アウェーかもしれませんけども、なんでこれを着てるかといったら、実は福岡ソフトバンクホークスに和田剛投手っていうピッチャーが、あの早稲田出身で日本代表にもらって、和田剛投手から依頼をされてドームで投げる時の登場曲を書いてほしいと言っていただいて、でドームが一つになる、みんなでヘイヘイとウォーと言えるような歌を書いて、ロックソングを書いてと言われて、ウォーっていう曲を書かせてもらいました。このシルクロードの、ボーナストラックにも入れております。最後ね、この曲で一緒にこの神社、稲荷神社様をですね、ちょっと野球場に変えて一つになって、あのもし立てる方はね、立っても盛り上がっていただいても構いませんし、行こうかなと思いますが、いかがでしょうか。それじゃあ最後は楽しく締めくくりたいと思います。ウォー。And so it goes 夢に続くこの道を行く Going on and on おー手拍子ありがとうございます。おーそれじゃあこの後ウォーウォーウォーというところありますね、一つになってこう手を揺らしながら、そして拳上げるところでヘイヘイお願いします。 Ever say ウォーウォーできる想いを抱いて走り続けた足跡は遠く Past days どれだけ長い時間の中で言葉よりも絆を信じて走り続けた道は広がって Find a way 高く手を掲げ歓声の中で踏み出す時が今始まる高鳴る鼓動が一つになる夢に続くジャーニー戦いの時を今見守る幾千の声が一つになる君に捧ぐビートリー見つけ挑み続ける新しい日々よ Nowadays 太陽に顔を向け光さす方へ踏み出す舞台はダイヤモンド You just watch me 戦いの時が今始まる高鳴る鼓動が一つになる勇気を胸に Try again
さん最高です。一つになったこの夜忘れません。富永英輔でした。またお会いしましょう。ありがとうございました。走り続けた足跡は遠くファーストデイズ。どれだけ長い時間の中で言葉よりも絆を信じて。